皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。佐々木よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。はい、これが本当に最後の戦いになるのかということでございまして、今回はですね、はい、こちらです。はい、ペヤング極激からファイナルということで、まあこの極激からシリーズ、まあこれまで何個は出てきましたけども、一応まあ動画してないのもあって、一応ほぼ全部食べてきたわけですけれど、まあこのペヤングの激辛シリーズ、まあ一旦激辛マックスエンドっていうのがあって、それで一応終わりになるんじゃないかというところまで行ったわけですけど、まあその後この極激辛シリーズっていうのが出てきてですね、でまあこのファイナルということで、今度こそこれで終わりなのかということなんですけど、まあもしこれが最後であるとするならば、まあこの激辛シリーズのチャレンジ、まあこれで本気で終わりにしようかと思うんですね。最近この激辛シリーズ食べますと、お腹を壊しちゃうという感じになってきて、ちょっとね、やっぱ胃腸にちょっとあまり影響を与えないんで、ね、この激辛シリーズ、これで本当に最後にしたいと思うんですけど、まあこの極激辛ファイナル、その、辛さもやっぱ本当にファイナルっていう感じで、極激辛シリーズのさらに2倍の辛さだということなんで、まあ本当に戦々恐々としてるわけなんですけど、とにかく、終わりにしたいっていう気持ちで、今回これを食べて終わりにしたいと思ってます。はい、はい、湯切りしてきました。まあね、ここは普通なんですよね、毎回。で、この、はい、極激辛シリーズのソース、毎回読むんですけど、真っ黒で、はい。これを、かけます。かけます。だーっと。これがもう、毎回思うんですけどね、赤黒いソースで。で、この、匂いがもうこの刺激臭なんでね、この鼻の粘膜をつく、非常にこう、かなりきつい香りがしました。で、これ多分、自分メガネしてますけど、メガネかけてなければこう目にも来るはずですから、これは。さあ、ひとしきり混ぜ終わりましたんで、食べてみたいと思うんですけど、一応これね、緊急のために、まあこれ口の中の消化器だと思ってますけど、一応これ用意してますけど、これ食べきるまでは飲まないという気持ちで、食べていきたいと思います。はい、さあこれは多分躊躇したらダメなんですよね。食べるんだったらもう一気に食わないともう、ダメな感じがするんですけど。それでは参ります。これはか、これはやっぱりパンチがすごいですね。
だけどこれ、本当躊躇してしまうと本当に辛くて食えなくなっちゃうんで、本当に食べるんだったら一気です。はい、ごちそうさんです。すいません、もう我慢できないです、これは。はい、というわけで、食べ終わってから、まあ、30分弱経ちまして、まあ、その間にですね、ヨーグルトを飲んだり、氷水を口に含んだりして、まあね、あの、こう、口の中が、食べた時も、こう、劣化のごとく、炎が燃えたぎるような感じになっちゃったんで、なんとかやってましたけど、ようやく、まあ、口の中、収まって、まあ、いわゆる沈下した状態になったんですけれども、やっぱりですね、これは食べちゃいけない、毒劇物かなっていう感じがします。はい。あの、今回は特にですね、この食べ終わってからの、あの、後引く辛さがね、すごく強くて、まあ、口の中が大変なことになってたんですけど、まあ、先ほども言いましたけども、この辛いやつを食べるとどうしても最近こう、お腹を壊しちゃうということなんですけど、今回はですね、その、食べた後に飲んだ、この水分の取りすぎでお腹壊しそうなんですけど、ともかくこの極激辛ファイナル、オイストレートを食べるものではありません。はい。本当に体に毒だと言って間違いないと思います。はい。食べる場合は自己責任でお願いいたします。はい。はい。というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。
それではまた別の動画でお会いしましょう。